読売ジャイアンツさんの直近3試合の得点。お前変わらんかったな。ヘルナンデスいるのにどうして。やっぱりバント必要やな。今にバントが救ってくれる。ロッテのアリバイ守備に勘違いさせられた結果、幸運の着物売れにゃ。ブリブリバット振らないと。せっかく SB ロッテに勝ち越したのにオリックスにスイープかよ。変わらんかったな。この打線にバントさせようとすると批判されるというね。阿部が監督して、阿部が指導して、阿部が采配してんのになんで首位じゃないんや。戸郷菅野で勝ち越しは確定で、あとはスイープできるかどうかみたいな感じだったのに。ヘルナンデスは昨日今日と打ってるから全然マシな方なんだよな。勝負弱いバッターばかりだからな。先制されたら弱いんじゃなくて、点取られたら終わりなだけだろう。もはや見る必要ないな。3回までの結果次第で W 時間の無駄とわかるデータ。5番は小林の日以外は岸田か大城入れるのがベストだろ。秋広と課長のより絶対いいわ。このざまで明日何の補強もしないのなら今年も B クラスだな。メンツを変えなきゃ未来は絶対に変わらない。ご視聴ありがとうございました。